腸活ダイエット整体師の佐藤純香です。ダイエット効果の高いリンゴ酢のさらにダイエット効果を高める裏技のリンゴ酢ドリンクレシピがあるんです。1日も早く脂肪を燃やして健康的で綺麗に痩せたいという方は是非最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。痩せるリンゴ酢の裏技ドリンクレシピ5選お伝えします。話の流れはこちらです。1つ目、なぜこのドリンクレシピで痩せることができるのでしょうか、そのポイントと、2つ目、リンゴ酢で痩せる裏技のドリンクレシピを5選ご紹介します。では1つ目の項目です。なぜこのリンゴ酢のドリンクレシピで痩せることができるのでしょうかということで、リンゴ酢ドリンクのダイエット効果5つのポイントをお伝えしますね。まず1つ目、あなたの腸内環境を整える効果があります。イコール腸の活動、前動運動を活発にしていくことで、その代謝が上がってデトックスができて痩せるという、こういった仕組みを作ることができるんですね。しかも痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちが喜ぶのがリンゴ酢になります。2つ目、脂肪燃焼効果があります。もうこれも期待ですね。もう私もこの YouTube の方でコメントいただくんですけれども、本当お早い方で1週間で3キロとか、数ヶ月 3,4 ヶ月でマイナス10キロとかいらっしゃるんですね。それぐらいきちんと取りますとリンゴ酢のダイエット効果って素晴らしいんです。まずは脂肪燃焼効果をリンゴ酢でも取っていきましょう。3つ目、便秘が解消します。先ほど丸1でもお伝えしましたが、腸の前動運動を活発にする酢酸という働きが一番強いのが数多くあるお酢の中でもリンゴ酢なんですね。その酢酸の力を使って、まずは腸の動きを良くして便秘解消、デトックス、まずは痩せたいならいらないものを出すことから始める方が先です。そこからいいものが入ってきますからね。4つ目、血糖値の急上昇を抑える効果もあります。これは何かと言いますと、どんな人でも食べれば血糖値上がります。特に上がりやすいもの、白米とかパンとかね、甘いもの、脂っこいもの、そういった時にこのリンゴ酢ドリンクを一生飲まれますと、血糖値の急上昇をギュッと抑えることができる。イコールその間脂肪を溜め込みにくくすることができます。なのでこの血糖値の急上昇を抑える効果もリンゴ酢でとっていきましょう。そして最後5つ目、代謝が上がります。これもすごく大事ですね。どうせなら代謝が上がった方がいいと思いませんか？その時にこのリンゴ酢の効果であなたの落ちていく代謝をね、上げることができますので、是非このリンゴ酢ドリンクを飲んでいきましょう。ではここから2つ目の項目です。痩せるリンゴ酢ドリンクの裏技神ドリンクレシピということで5選お伝えするんですが、まずそのお話に入る前にベースのリンゴ酢ドリンクというのがあります。もう簡単なんですね。まず天然水とリンゴ酢、この2つの材料でベースは OK なんですね。でこの天然水を飲むだけでも腸内環境が整ったり、血行が良くなって代謝が上がって、デトックス効果やミネラルもいっぱい入ってますから、例えば普通にこういった市販の、私たまたまちょっと飲みかけで申し訳ないです、これね、阿蘇の天然水ということで、こちらコカ・コーラさんのお水なんですけども、こういった天然水とリンゴ酢は痩せるリンゴ酢と太るリンゴ酢があるのでご紹介したいんですけども、痩せるリンゴ酢のポイントはね、こんな風にリンゴ果汁 100% のみでできているものを選んでください。でこれはたまたまミツカンさんの純リンゴ酢、国産リンゴ果汁 100% のみでできているものを選びましたし、また同じようにね、イオングループ系のスーパーがお近くにある方はトップバリューの純リンゴ酢、こちらも国産リンゴ果汁 100% のみ、こういった要は原材料がリンゴ果汁 100% のみでできている純リンゴ酢が痩せるリンゴ酢になります。でこれ以外のリンゴ酢、例えばそのまま甘い味がついててストレートで飲めるとか、割って飲めるとか、要は添加物が入ってるリンゴ酢は太りますよ。なぜかそのような添加物たっぷりのものを飲んでしまうと、あなたの腸とか肝臓が疲れてしまって動かなくなるんですよね。そうすると食べても食べても消化吸収デトックスできなくなって、老廃物が溜まって代謝が落ちて太るという、こう悪循環、しかも味覚もおかしくなっちゃうので、甘いものがますますやめられない、止まらないってなりますから、是非ですね、選ぶ時はこういった国産りんご果汁 100% のみの純リンゴ酢選んでくださいね。でさらに有機栽培とか JAS マーク、オーガニック、無添加のもの、こういったものがクリアできていたらなお丸ですが、まずは原材料が1つだけでできている純リンゴ酢選べば、まずはどんなメーカーさんでも問題なくクリアということで、お近くのスーパーでぜひ見つけてみてください。でベースはこのお水とリンゴ酢があればもうバッチリなんですね。ではお待たせしました。ここからはリンゴ酢ドリンクの裏技レシピ5選ということで、まず1つ目ご紹介します。こちらリンゴ酢白湯になります。今ご紹介したようなこういったね天然水でもいいんですけれども、さらにこういった天然水をですねホットで少しぬるめのお湯、イコール白湯ですよね。で割って飲む方がもっと効果が高まります。なぜか白湯効果があります。内臓がね温まります、あなたの。そうすると代謝がアップする、脂肪燃焼効果が上がって、しかも消化代謝アップ、デトックス効果、むくみ改善効果も出るのが白湯になるんですね。白湯を例えば朝から飲むと、その体温がねたった1度上昇するだけで基礎代謝が 13% もアップするって言われるくらい、やはり体を温めるってすっごく効果がありますので、どうせ飲むなら白湯に置き換えていただいて、ホットでリンゴ酢ドリンク飲んでいきましょう。では裏技ドリンクレシピ2つ目はこちら、リンゴ酢炭酸水になります。炭酸水もすごくダイエット効果があるんですね。ただし注意です。ぜひこのような天然水ベースの無糖無添加の炭酸水選んでください。もう材料がお水と炭酸のみでできているものです。香料も入ってない方がもちろんいいです。でこういった炭酸水を割ることで、あなたの、腸の蠕動運動がすごく活発になりますし、また消費エネルギーがアップするんですね。要はこう炭酸ガスが体内に入るとガーッと燃えやすい体になるということです。そしてね疲労回復効果もありますし、なんといってもお水ですからカロリーゼロということで、ぜひリンゴ酢ドリンク作るときはベースを炭酸水で作るというのも丸です。ただしこれも冷やさないでください。常温の炭酸水で作って飲んでくださいね。では裏技レシピの3つ目はこちら、リンゴ酢コントレックスになります。皆さんご存知ですか？コントレックス、フランスの超硬水のお水なんですけども、このコントレックスで割って飲むとめちゃくちゃダイエット効果がアップします。なぜかもうこれを飲むとですね、デトックスができるのと、マグネシウムが豊富なのでしっかりね老廃物出すことができますし、ストレスの軽減にもなるんですね。でこのコントレックスは超硬水、マグネシウム、カルシウム、しかもカロリーゼロということで便秘解消に非常に効果が高いお水になります。なので逆を言いますと、お腹が緩い方はこのコントレックス飲まないでくださいね。ピーピーになってしまいますので、お腹が緩い方はこういった軟水、日本のお水の軟水の方を飲まれますとお腹ピーピーならずに済みますから、ぜひ便秘の方、もうガチで便秘の方はコントレックスとリンゴ酢の効果でもうしっかり便秘解消していただいて代謝を上げていきましょう。でこのコントレックスも冷やして作らないでくださいね。せめて常温かちょっとレンチンで温めて飲んでいただくといいと思います。では4つ目のレシピいきましょう。リンゴ酢ルイボスティーになります。ルイボスティーはノンカフェインティーなのと、女性にとって嬉しい効果がたくさんあるのでご紹介しますね。ルイボスティーで割ることで脂肪燃焼効果がアップ、腸内環境も改善されて、善玉菌の餌、喜ぶものがいっぱい入ってますから、ぜひそこからも腸内環境が整っていくのでおすすめです。で非ヘム鉄ですね、植物性の鉄分が取れますから、貧血気味の方はですね、ぜひルイボスティー飲むことで鉄分を補給していきましょう。そしてデトックス効果も高いのがこのルイボスティーです。でぜひ有機栽培のルイボスティーの茶葉を買ってくださいね。そこと一緒にリンゴ酢を割って飲むことでこういった効果が爆上がりします。もちろんルイボスティーもホットでお願いしますね。そして最後5つ目のレシピはこちら、リンゴ酢生姜紅茶になります。紅茶はやはりカフェイン飲料なので1日あたり多くても2杯ぐらいまでで収めてくださいね。でこの時も生姜紅茶という茶葉も売ってますので、ぜひ無添加のもの、有機栽培のものを使ってください。もしくは有機栽培の紅茶と生姜の搾り汁でも OK です。ではここから生姜紅茶で割って飲むメリットをお伝えします。まず生姜を入れることで脂肪燃焼効果が促進します。でまた太るのと血糖値の急上昇を抑えてくれる効果もあることで脂肪を溜め込みにくくすることができるんですね。で一番はやっぱり体をね温めてくれる、もうこれはね一番大事ですね。体温が上がるだけで基礎代謝アップしますから、ぜひ体を温めていきましょう。でその結果デトックス効果も上がります。そしてね、紅茶はやっぱりカフェイン飲料なんですけれども、コーヒーとか緑茶に比べて体をね温めてくれる飲み物なんですね。コーヒーと緑茶は冷えます。ですからやはりどうせ飲むならカフェインの中であれば紅茶おすすめなんです。そしてね、こちらも血糖値の急上昇を抑えてくれたり、脂肪をね吸収するのも抑えてくれる効果があるのが紅茶で、体が温まって結果代謝が上がりますよっていう、こういったいい循環をこのリンゴ酢と組み合わせることで爆上げしていきましょうね。では最後に痩せる飲み方注意点についてお伝えします。まず分量なんですけれども、コップ1杯の水分に対してリンゴ酢は大さじ1までにしてくださいね。そして酸っぱいのが苦手、飲みにくいという方はここに大さじ1の蜂蜜とかメープルシロップ、ここも無添加のものですね。できればオーガニック、そういったものを入れることで飲みやすくなりますからぜひ試してみてください。ただしリンゴ酢は1日あたり大さじ2杯までで十分です。それ以上飲むと体がね調子悪くなったり胸焼けしたりする可能性があるので、ぜひ分量は守ってくださいね。そしてポイントは冷たいのは NG、 全て常温かホットで飲んでいきましょう。さあいかがだったでしょうか。今回はダイエット効果のめちゃくちゃ高いリンゴ酢を使った裏技ドリンクレシピ5選をお伝えしました。どのドリンクでもいいです。あなたが美味しいな、これだったら続けたいなっていうドリンクをぜひ試してみてください。体質改善も含めてだいたい 3,4 ヶ月はかかるといいと思います。この動画のお話以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、また実際に飲んでみてこうなりましたっていうね嬉しいコメントをいただけますととっても励みになります。それでは次回の動画でお会いしましょう。